エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。今回はですね、Android ナビも取り付けたんで、せっかくだしこっちもそろそろしようかなっていうのがあります。ドライブレコーダーです。残念なことにここから電源をこうやって取っています。シガーのところですね。あまりの面倒くささにまあいいかっていう感じでずっとここに差しっぱなしにしてました。でこれをですね、運転席の下にあるヒューズボックスから引っ張ろうかと思います。で必要なものが Amazon で頼んで届いてるんですけど、てっきりこの電源ソケットこれだけかと思ってたんですよ、届くの。そしたら狭いところを通すあの棒、あのグネグネした針金みたいなやつですね。あと内張り剥がし、それと剣電のやつですね、セットになってるやつが届きました。道理でですね、なんか高えなと思ったんですよ。エーモンさん、なんか他のに比べてこのヒューズを選ぶじゃないですか、これだけ高かったんですよ。まあちゃんと見なかった俺が悪いんですけど。ということで今回はドライブレコーダーの電源をシガーソケットのとこからヒューズボックスの方に移したいと思います。エルちゃん、さあハンドルの下なんですけど、まあこうですね。でさっき見せてたこのシガーのとこからなんですけど、ちょっと外しますね。他のっていうかこれごと外した方が良さそうだね。よいしょ、はい、こんな感じになってます。でこれがこのハンドルしたところまあ結構ごちゃごちゃいろいろと来てるんですけど、 ETC とかあと Android Auto の接続する USB が来てますけど、まあここに同じように来てるので、この裏ですね、裏って結構すごいことになっているんですよね。前乗ってた車がですね、ヒューズボックスは助手席側にあったんで配線を向こうに回して止めてたので、固定する場所が結構分けてできてたんで良かったんですけど、今回 N1 はですねほぼ全部このハンドル裏のところで固定してます。まあ、今回もイルミネーションのとこから電源をもらおうかなと思ってます。エルちゃん、今つなぎましたよ。アクセサリーのとこから引っ張ってきました。見えてるこの黒いのね。でこの中でぐちゃぐちゃにしてここら辺で顔出してるんですけど、さあな、ちょっと電源入れてみましょうかね。ちょっと見てみましょう。なんだろう。さあもう一回はめ込みが悪かったみたいです。電源オン。ナビは起動しましたよ。あれちょっと今起動しましたね。画面ちょっと見づらいね。外が映ってます。でこいつが青ランプがついてると思うんですけど、これがちょっと弱かったですね。大丈夫かな。もう少し調整して、外れないようにしたいですね。ということでもう一回。はい、それでは電源。お、今度は無事着きました。カメラ越しだとですね全然わからないですね。肉眼で見るとですねはっきり見えるんですけどね。
電源は入ったし、よしとしましょう。エルちゃん、今片付けしまして、こんな感じになってます。まあこれちょっと分かりづらいですけど、今ついてますよ。で、まあ、ナビですね。で、あ、もうこの下の光ってるやつはもう無視してもらってここですね。もともとこんな感じでドライブレコーダーつなげてたんですよね。で、さっき電源が入らなかったのが、やっぱりこういう感じで無理やり引っ張って挿してたんで、ここで接触不良を起こしてたんですね。今回はこれをきれいに伸ばした状態でつなげました。で、そうすると電源が入って、今のところは動いてます。まあそれでもいつ壊れてもおかしくないので、電源のコードですね、これを買い直そうかなと思ってます。まあ、これでですね、この足回りがすっきりしたし、はい、もう本当この辺りすっごいぐしゃぐしゃでまあどうしようかなって感じなんですけど、まあ今見た感じは綺麗になりましたね。エルちゃん、ということで今回の動画はここまでです。それでは次回もまた見てください。俺にかかってこい。